アレクシンの紋章アレクシンは、ロシアのトゥーラ州の都市で、丘側に面している。首都モスクワから 130km 南、州都トゥーラの 71km 北西に位置する。人口は68,156人。アレクシンが記録に初出するのは、モスクワ総主教ニーコンの年代記の1348年の城においてである。森に囲まれたアレクシンは、 モスクワの南方を遊牧民などから守る要塞で、かつ、丘側の河口を有する交易都市であった。1472年には、ジョチュルスの後ろ身であるサライのダイオルダのアフマドハンが、大軍を率いて、ロシアを攻めた。モスクワ大公国はこの動きを察知できず、7月29日に、アレクシンにあった木造のクレムリンが、ダイオルダ軍に包囲された。年代期には、 モスクワからの救援のない中、市民がやつき方が折れるまで戦った様が描かれている。アフマド・ハンの軍勢は、結局アレクシンを落とすことができなかった。河川を通じた交易が廃れレ1650年代には450人ほどしか住民のいなかったアレクシンは19世紀から20世紀にかけて工業都市として発展した。周囲の森林を生かした。 製材業や夜勤工業の中心地となったほか、19世紀半ばには鉄道も通っている。ソ連時代には軍用の火薬工場なども建設され1970年代にはその生産は最盛期を迎えたが、ソ連崩壊後は軍事は落ち込み、街の経済も低迷している。最寄りの高速道路はモスクワとベルゴロドを結ぶ M2 号線、トゥーラとカルーガを結ぶ鉄道の駅もある。 ありがとうございます。